1930年のアウグスト・シュナイト・フーバー。アウグスト・シュナイト・フーバーは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の組織突撃隊の隊員。最終階級は突撃隊大将。長いナイフの夜事件の際に粛清された、トラウンシュタイン出身。第一次世界大戦に出征し、一級鉄十字章と二級鉄十字章を受章した。戦後、 ユダヤ人女性のフランツィスカ・バッセルマンと最初の結婚をした。彼女は1942年7月にテレージエンシュタットゲット王に送られている。シュナイト・フーバーは1928年に突撃隊に参加した。1929年から突撃隊港集団の指導者に任じられた。1931年に 西方集団の指導者に転じ、さらに1932年からミュンヘイを本部とする突撃隊第7上級集団の指導者となった。1932年7月の国会議員選挙では、ヘッセンダルムシュタット地区から出馬して当選。1933年に、ナチ党が政権を掌握した後、ミュンヘン警察長官となる。しかし、 バイエルン州警察の秘密警察を監督するハインリヒ・ヒムラーやラインハルト・ハイドリヒと対立するようになった。ハイドリヒは来たるべき長いナイフの夜に備えて作成させていた粛清リストにシュナイト・フーバーの名前を入れている。一方、ハイドリヒの部下ベルナーベストは上品で忠実な人物であるとしてシュナイト・フーバーを名簿に入れることにヒムラーから突撃隊幹部の謀反の証拠を 提出されたアドルフ・ヒトラーは、ついに突撃隊幹部粛清を決意し、1934年6月28日に、レイムラ突撃隊幹部に対して、会合を提案して、バートビース勢に呼び集めた。1934年6月30日明け方、ミュンヘンに到着したヒトラーはまず、バイエルン内務省へ向かった。ここで、シュナイト・フーバーは、 ビルヘルム・シュミット SA 中将と共に逮捕された。その後、レームも投獄された、シュターデルハイム刑務所へ投獄された。ヒトラーは、レームの処刑についてはしばらく悩み、処刑を翌日まで許可しなかったが、シュナイト・フーバーラタの突撃隊幹部の処刑は許可した。夕方、ヨーゼフ・ディトリヒラ、ライプ・シュタンダルテ・アドルフ・ヒトラー部隊員が現れ、ビルヘルム・シュミット、ベーター・ホン・ハイデブレック、 エドムント・ハイネス、ハンス・ハイン、ハンス・フォン・シュプレーティヴァイル・バッハの5名と共に、中庭へ連れて行かれて銃殺された。フランツィスカ・バッセルマンの簡単な電気、ハイン・ツヘーネ・チョ、SS の歴史どくろの結社、森両一役 ISBN4 から892260509、108ページ、ノルベルト・フライチョ、総統国家、ナチスの支配1933から1945年、 ISBN 978から40億1240937ページ。ありがとうございます。